バスセブン登録してみてください。登録はい30秒でできる。30秒でできるの？30秒でめてめて編集すんなよ。よーいさっ、はい、3、2、1ブブーできねえじゃねえかよ登録簡単 AE つってもらっていいですか。無料ポータルサイトパチ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 セブン登録簡単 AE。エンジョイパチンコライフ。ピーモッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、平天くんです。今回は埼玉県埼玉市桜区 JR 埼京線中浦駅からめっちゃ近いパーラー武蔵通さんに来てます。ねえ、よくねお世話になってるお店でございます。最初の頃はねもう来れば勝てるっていう感じだったんですけどね、ここ最近ちょっと勝手に負けたりとかでね。えまあでもいい台いっぱいあるんで今日も勝てることを楽しみにしております。それじゃあね早速店内に行ってみたいと思います。入店やってきました、パーラー武蔵通さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。うわっ、9月9日、今日ね、8月の29日なんですけどね、9月9日に12時オープン、1円パチンコが大増大。おー、いいっすねー。ねえ、こういうマックスタイプとか、ね、結構やっぱり1円パチンコだと気軽に楽しめるんでね、いいですね。なるほど、増えるんだね。じゃあ早速ね、上行きましょう、上。ね、スロットコーナー。そうそうそう。ね、30杯も。ね、入ってるんで結構ね立ち回りの幅が広がりましたよ。それでは早速ねデータ見ていきましょう。まあ、相変わらずジャグラーコーナーはね稼働がいい。あー、どうもありがとうございます。まあ、いつも通りね、ATART から見ていきましょうか。はいはい。お、バイオハザード6ね、38/89お隣が32/11で、74/1だったっけな、74/1、そうそう、いつもねあれなんですよ、 ATART 機もなんかね各機種にドカン出てる台がねあったりするんですよ。例えばねこちらのバラエティコーナーですけど、主役は銭形なんと 65/21、 すごいね。じゃあ入っていきます。失礼します。いやーすごいね、35/27、140/1。そしてニューアイムジャグラー EX 26/29、129/1、すごい。そしてこちらのお姉さん35/27、123/1、すごいね。お、27/12、136/1、ね、ちょっとビッグに偏ってる。うん、あれでもいいかな。はい、沖縄フェスティバル、すごいね、7600回転もあって 32/22、ね、142/1ですけど、まあね、これだけ回っての142/1ですからね、一応押さえておこうか。うん、ニューキングに1台ね、常連さん、うん、いて、クイーン花花もね 32/14 とかありますね。ジャグラーの130/1でもいいんですけどね、あのちょっとね通路が邪魔になっちゃうんで、オキソロでここね通路広いんではい、ということでね、撮影しやすい、こちらのオキソロのコーナーで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回ランド台はパイオニアさんの沖縄フェスティバルでございます。頑張るよ。アーサーリパッチャスだねー。もチェリー、もうねチェリーを狙えば中右ね、スイカの取りこぼしはないんで、うん、平天空向きマンゴーですね。ね、ちょっと僕あの発音が悪いんでね気をつけないと。
そうそう、なんかね、さっきも言いましたけど、こちらのお店、9月の9日には1パチが増大されるということでね、結構最近ね、1パチ5スローいいんじゃないかっていう風に、どうしてもね、なんかこうスロットでね、満枚出たら、あー20スローだったらなみたいなところがあるじゃないですか。でもやっぱりその5スローの方がやっぱ設定が、まあ設定がっていうかね、5スローの方がやっぱいい台、うん、が多いんで、そっちの方がねやっぱりこうなんか慣れた方がいいんじゃないかなっていう。まあ確かにね、AT-ARTキー、まあ事故もありますけど、まあ、事故ってなかなか起きないんでね。てかどう、例えばまあ皆さん普通にね仕事してるんであれば、給料プラス例えばね5万でもプラスになればだいぶね楽しく。なっちゃうから、まあ、そういうのもありかなっていう、うん、結構僕この沖縄フェスティバル好きなんですけどね、あんまり設置がないんだよな。まあ、確かにね、30杯コーナーがないお店って結構、うん、30杯の設備を整えなきゃいけないんで、まあ大変なのは分かるんですけど、あ、25杯もあんのかな。まあでもやっぱどうせ打つんだったらね、30杯でね、オキスラ打ちたいですよね。おー、100枚目。粘れ？おー、粘った。いいね。もう夏も終わっちゃいますよ。ねー。うい！うわー。残念、100枚でも光んなかった。今日8月29日なんですけどね、すごくなんか涼しくて、半袖はちょっと寒いぐらい、ね、なんでも10月ぐらいの気温だっていう話ですよ、今日。おかげでね、エアコン入れなくて、電気代が安く済みますけど、でもなんかちょっと寂しいよな、やっぱ夏が終わっちゃうな、寂しいね。でも今年はですね、私、まあ、前にも動画で言ったと思うんですけど、結婚式に呼ばれまして、石垣島にね、5月に行ったんですよ。そのせいか、なんかね、おそのせいかね、人より先にちょっと夏を感じたから、夏がすごく長く感じて、なかなか良かったですね。うん、触ろうかな、どうしようかな、触っちゃうと、色が変わらなかったら、もうレギュラー確定なんで、触らずに行こうか。うい、よっしゃ、やったあざすあれ、ここどこだったっけ、パーラームサシ、通さん、いい店だね、はい、ありましたあざすよかった、触りたかったけど雪がなかった。投資150枚ですね。まあさっきの話じゃないですけど、例えばね、投資が150枚、これで300枚ぐらい出るわけですよ。そしたら、即やめ。うん。即やめするでしょ？それだけで3000。プラスです。ねえ、3000って言ったら、あれですよ。昼飯食べて、夜飯食べて、お釣りきますよ。うん。ねえ。だからそういう意味でね、ノーマルタイプとか、あと低貸し、そういうのになれるのもいいんじゃないかなと。おお、はい、イラスト、はい、やりました。はい、あと6分余ったぞ。はい、レジゲーム、レジゲーム、残念。これであと5分あるでしょ。5分ってことは70回転くらい回るんで、
まあ、100万円ぐらい使うわけですよ。そうすると投資が150枚でしょ、200枚になっちゃうから50枚しかねプラスにならないんで、まあもう一回引かればいいんですけど、ああ、だからね、閉店君は即やめを推奨します。あの時間があればいいですよ、打ってもらって。時間がないときは、いや触りてえな、触りゃよかった。ビビっちゃったな。残念、あと3分。まあちょっとね、企画は企画なんでね、打ちますよ。そのためにはもう一回、まあ私の引きが弱いっていうのもあるんですけど、まあもうね600回ぐらい企画をやってきて2回引かるってことがねなかなかないんですよ。まあ逆を言えばね3回とか4回とか光っちゃったこともまれにねありますけど、だいたい1回ですね、1回光ればいいぐらいですよ。まあでもノーマルタイプは光ってしまえば OK ですから、うん、頑張ろう。一応ですね、こちらのお店、会員カードがあれば、10分長く、55分まで猶予可能。おお、お隣さん光りましたよ、いいな、やばいな、負けるかもな。150万以下だと負けちゃいます。終わりで、終わりです、残念。大きさの声ってねでかいからね、なんかいっぱいあるように見えるんですけどね、どうだろうね、あると嬉しいんですけど。ということで閉店時間でございます、残念。青菜でいこうか。あ、滑った、お、いいね、よし、やった、増えた、マンゴーだね。はい、それでは早速ね、恋の方を流したいと思います。投資が150枚ですけどね、150枚あるんでしょうか。はい、それでは早速恋の方を流したいと思います。えいえい、150枚超えるよ、じゃらじゃら、あったあったあった、お、よかった、200枚ありました、205枚。はい、今回の結果205枚やった。はい、実戦終了、実戦終了、やったー。ということでね、今回こちらパワーラームサシ通算で実戦した機種は、パイオニアさんの沖縄フェスティバルね、打ちまして、投資枚数が150枚の獲得枚数が、205枚ということでプラス55枚です。やりました。もう1回ね光らしたかったんですけどね、残念ながら1回ということで、でもビッグだったんでね、プラスにすることができました。やっぱ花はいいですね、まあ完全告知いいね、うん、ということでね、ヘデン君も光っちゃう、そしてビッグ引けちゃう、こちら、パーラームサシ通算の宣伝をちょっとだけ、大選びの時にも言ったんですけど、9月の9日に、1パチが増大されます。で翌日、9月の10日、新装開店ということで、パチンココーナーに CR エヴァンゲリオン10、スロットコーナーに、パチスロ、北斗の拳とも、こちらの方定貸し1パチと、2.5パチ、スロットは5スロ20スロ両方ね、寝台入りますんでね、話題の寝台打ちたい方はぜひこちらバーラームサシ通算に遊びに来ちゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も活用。えいえい。